はい、皆さんこんにちは、坂木敦でございます。まもなく3時ですね、頭かいわ3時、今日日経平均そんな動いていない、マイナス97円ってちょっと下がり気味かなというか、マイナス98になりましたけど、ドル円、127.984 ですね。まあそんなに動いているとも言い難い感じですね。今晩ね、ニューヨークどうなるんでしょうか。時間外動きなしですね。香港、まあ最近注目してるのは香港上がってるやん、すごい、21,293 ポイントになってますね。これ香港ドルでしょうか。うん、上がってるやんって感じですね。ほうほうという感じ、ちょっとなんかいい感じになってますね。日経平均だけ今102円になりました。まあでも100円程度下がったうちに入りませんからね。はい、ドルウォンも頑張ってましてね、1238、1250台をクリアしてますから、まあまあ、かなりいいんじゃないですかこれは。さて、本題はですね、毎日毎日皆さんニュースをご覧になっていると思うんですけども、ウクでございまして、ここのところちょっとですね、ロシア側が攻勢を強めてまして、東部でですね、ウク側が後退しているという話になっています。で、ニュース読んでいますとですね、6月にはですね、ウク側が攻勢をかけるんちゃうかというふうに言われています。だ、難しいのはね、ああいうのって守る方はたやすいんですよ。だって待ってたらいいのもじーっと待ってて、おきよったーって言ったら、よっしゃーってベーンって撃ったらいいわけですよ。だから、まあ大体戦いってそういうもんなんですけど、守るの方がたやすいわけでして、攻める側よりも少ない兵力でも別に OK なわけですね。で、ウク側は何と言っても兵坦のですね、心配がないわけです。西側に、あ、ちょうだい、あ、ちょうだい、もっとちょうだい足らへんでって言われて、あ、送ってな、もっとって言ってればいいわけですね。で、西側は一旦始めた限りはですね、こうやり通すしかないわけですね。だから兵坦面でですね、ロジスティックっていうんですけど、ロジスティック面でウク側があんまり心配ないのに対して、ロシア側はですね、そっちの方面の心配がいっぱいあるわけですね。ニュースを見てますとですね、半導体部品に困ってですね、占領した地域にあった冷蔵庫とか洗濯機からですね、半導体を取って戦車の部品にしてたってみたいな話があって、何やってんやろうと思いますけど、で、もう精密誘導弾がなくなってですね、いわゆる精密じゃない、いわゆる狙いを定めてビッと落とすような爆弾、なかなか当たりませんよあれっていうのは。第二次世界大戦の時に精密誘導弾ってほぼなかったわけですね。だからパイロットの技量によるわけですよ、爆弾を当てるというのは。だから、WW2 を通じて10発に1発も当たってないですね、爆弾っていうのは。特に、飛行機からですね、目標に向かって落とす爆弾っていうのは、命中率多分数パーセントあるかないかですね。そのために非常な訓練をするわけですけど、最近は精密誘導弾と言いまして、こう狙いを定めてロックオン処刑をそこにひよーっと言ってパチンと当たってくれるというのがですね、主流なわけでして、ロシアはそれを使い果たしているというふうに言われています。で、社内からこう狙いを定めてですね、こうやって狙って、いや、いた、ピエーって当たらへんかったとか、そういうのを今使っているという話であって、まあ、あれだけやってればね、そうなりますよ。使用量はどん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 増えてまして、日本はですね、1945年にこうアメリカとの戦いで、ボコボコになって負けるんですけどね、その5年後に朝鮮半島で戦いが起こるんです。そこでアメリカ軍がまあ参加してですね、敵側にどん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 爆弾を落とすわけですけども、その戦争で使ったですね、爆弾の量総トン数に表したらですね、WW2 の時に日本の本土に落とした爆弾の軽く2倍を超えるというふうに言われています。どんだけ落としてんじゃんと思いますけどね。
向こうの方が狭いですから面積にしたら、でものすごい量を落としているというふうに言われています。で多分今回のウクもですね、両軍使った爆薬の総トン数は WW2 の時の東部戦線を上回るんちゃうかなというふうに思いますね。まあまあそれはええんですけど、でもそれだけ使ってもですね、なかなか勝敗が決まらないというのが最近のウォーでございます。プーチンさんはですね、楽勝で勝てると思っていたところがですね、もう今ボコボコになっています。で最近はですね、もうそのプーチンプッチンという話も最初の頃ね、あれ2月始めた頃はもう私は盛んに言ってたんですけど、あと1週間でプッチンされるんちゃうなんて、もう一月も大変であいつはって言ってたんですけど、ね、まだ持ってるやんって世界で。でもですね、プッチンのこう具体的なプッチン話がですね、ニュース記事になってきましたね。当初の頃は私ぐらいしか言ってなかったと思うんですけども、今は本当に空の話もね出てますし、まあどっちにしろですね、長くても今年いっぱい中にはですね、プーチン君は大統領で亡くなる。どういう形で亡くなるか知りませんよ、そんなどうでもいいんですけど、とりあえず大統領職ではなくなるというふうに私は思います。もう最初は 2,3 年持つかなこいつと思ったんですけど、多分持ちませんね。もう早々と、で短期的な見方をしますとね、6月にウクが攻勢をかけるというふうに言ってますけど、まあそれは多分そうでしょうね。というのはですね、西側がどんどこですね、いろんなこうウェポンを送り込んでるんですけど、あえてだから、届いたよっしゃ使おうって使えるわけちゃうんですよ、ああいうものでね。車はね、運転免許されば誰でも乗りますよね。そんなんではなくて、使い方で習熟しなあかんわけですね。やっぱりね、2、3ヶ月かかると思うんですよ、その新しい兵器を使うのに。だからそれが習熟し始めるのが6月中旬ちゃうかという観測ですね。そうするとこうもっとですね、ウクが強くなるんちゃうかというふうに言われています。でどっちにしろですね、さっき言いましたように、兵站という部分でですね、圧倒的にロシアは弱いわけですね。だから多分敗れ去るだろうというふうに思います。結局ね、局面局面で勝った負けたというのは戦術レベルっていうんですけど、戦術レベルよりもですね、戦略レベルで、勝っている方が勝つんです、最終的には。局面局面の戦いで勝ったってと言うてもですね、その戦略面で負けてれば負けるんですね。昔ローマ帝国というのがですね、三千と考えて、まあ、ヨーロッパの元みたいな国ですけど、ローマ軍は補給で勝つというふうに言われています。つまり目先ですね、前線でこう戦いで負けてもですね、次から次へとこう増援部隊を送り込んで、その増援部隊がしっかり今日補給をされているという言えばですね、多少負けても取り返しはいくらでもつくわけですね。分かりやすくってまあまあいい、まああれでしょうけど、日本とアメリカの戦いを多少ご存知の方なら、ソロモン諸島の戦いってあると思うんですけど、あれ局面局面で日本はそれほど負けていないんですね。負けていないけども補給で負けてるわけですよ。やっぱり物量ですからね、アメリカは。なんで結局負けてしまったということになります。でベトナム戦争もそうですね、アメリカは物量で全然負けていないんですよ。負けていないですけども、戦う側のベトコンもですね、全然、そっちもですね、アメリカほどではないにしろ武器弾薬が続いてるわけなんですよ。で最終的にはアメリカがもう嫌やんって言って帰ったわけですね。1980年代のあれもそうですね、アフガニスタンもそうで、ムジャヒディン側、つまりイスラムゲリラ側はですね、アメリカが一生懸命補給をしたわけですね。だからどんだけ叩かれてもめげずに最後まで戦って、とうとうソ連軍を追い出したということになります。結局のところね、補給兵站というものがですね、勝負を決めるんですけど、その面で圧倒的に今ウク側の方が強いですね。ロシアは
国内だけでこう賄わなあかんわけですね。WW2 の時の日本みたいな感じになってます。所詮そんなに大きな経済的に大きな国ではないし、生産能力も知れてるわけですね。結局長い目で見れば負けるわけですね、ロシアは。で今もう世界中の人がですね、あれはもうプーチンの意地だけやと思ってるわけです。もうみんなやめたがってるわけですよ。たとえうまくいってても大して得はなかったはずなんですね。食料生産以外には資源がない国ですから、でそれを維持でやってるというのがプーチンさんで、それに反対したオリガルヒの思想がなんか知らないけど微妙な生き方をしてるわけですね。もう8人ぐらいいらっしゃったそうですけど、まあね、そうなって結局のところ こう今回の敗者はロシアやろというふうに、これはもうほぼほぼ確定してきました。でプーチンさんはですね、この方はソ連の崩壊がですね20世紀の最大の悲劇だというふうに、まあなんとも時代錯誤的なことをおっしゃっていたんですけども、彼はですねソ連の栄光を取り戻そうというふうに考えているとしか思えない行動ですね、今までのいろいろやってきたことを見ると。で今回うまくいくやろうと思ってやらかしたことがですね、実はもう大失敗になってですね、この後ですね、プーチンの後の指導者が誰になるのかというところが大いに関係あるんですけども、プーチン2号みたいな人になるとですね、これ一番厄介でして、西側は制裁を解きません。どんどんロシアを衰退していくでしょうね。でナリヌワイみたいなですね、今プリズンにいる反対派のですね民主主義系の人たちがロシアを率いるようになると、ロシアは西側は徐々に制裁を緩めていくと思います。でもそうなるにはもう一波乱も二波乱もなければならないんで、今考えられるのはプーチンをプッチンした後はですね、ミニプーチンってセカンドプーチンみたいなのが出てきてですね、ロシアを支配してなんとか収拾しようとするでしょうけども、西側はそうやすやすとは警戒を解きませんし、二度とそうああいうことがないようにロシアを弱めようとします。まあ多分そっちの方に行くんだと思うんですけども、いきなりこう革命が起こってですね、ナリヌワイみたいな人がこう政府を率いるようにはならないと思う。となるとですね、ロシアという国は中長期で衰退をします。でアメリカはさまざまな方法を使ってですね、N を取り上げようとします。N 以外にも要はケミもですね、バイオもですね、そっちの方面のもうややこしいことは一切させへんと、全部取り上げようと、するでしょうし、まあ中長期で見ればそれは実現していくんちゃうんかなと思いますね。そうすると長い目で見ますとですね、あとまあ200年後300年後からですね、今の時代を見た時にですね、プーチンという男は歴史に名を刻んでるんですけども、ロシアを衰退させたという非常に不名誉な称号とともにですね、残ってるんちゃうかな。昔イギリスの湿地王という人がいますね、失った地べたの地ですね、地球の地、湿地王と、確かジョンとかいう名前でしたけど、領土をいっぱい取った人は獅子王って言うんですけど、獅子の虎ですね、虎ちゃんはライオンか、獅子王って言うんですけど、湿地王っていう人がいますけども、プーチンはおそらくですね、衰退王とか、まあ、そういうふうに言われる、まあ、王様ではないんですけどね、ロシアを、まあ、滅亡っていうか、衰亡に導いた指導者というふうに位置づけられるんちゃうんかなと。まあ私はあと15年ぐらいしか生きないつもりで200年後の歴史はよう知りませんけども、おそらくはですねそういうふうに位置づけられて、まあ、プーチンさんはロシアのピョートル大帝のようなですね、まあその優れた指導者として名を残したかったんでしょうが、真逆ということに、なってしまいそうな感じですね。はい、特にこれに関してですね、参考にするページございませんので、皆さんもそれぞれにお調べいただければと思います。はい、どうもありがとうございました。